はい、11月10日になりました。朝4時です。速稼塾の久保がまた FX のね、相場解説を行います。今日はちょっと短めですね。昨日ナイフが落ちるようにセルの方向に向かうよと、ダウントレンドだよと、セルの方向のエントリーポイントの日だったと思いますけども、大きな利益が取れたと思います。現在は112円台に入りまして、価格が112円の858ですよね。昨日の午後にはもうすでに112円台になってましたから、朝の相場解説をご覧になった方でセルに入れた方っていうのは全員利益だったと思います。さあ、そこで今日はね、新しいレンジの設定に入ってみようかと思いますけども、いかがになりますか。それじゃあ画面切り替えます。こちらをどうぞ。デイリーできましたけども、次の力点っていうのがね、ここになるわけですよ。で、一定のレジスタブラインっていうのがここでありましたけども、抜けましたんでね、じゃあ新しいポイント上底過程はここになるよってことになります。まあ、ざっくりとですけどもね、ここら辺をターゲットに、これからはこの範囲でのレンジを考えていこうかと思いますよね。で、4時間を見てみます。4時間っていうのはちょっと分かりやすくてですね、ずっとレンジがあったのがこっからここの間という風になったじゃないですか。で、新しいレンジが、つまりはここに来てるよってことです。ちょっと赤で書きますね。はい、新しいレンジがここに設定されます。上下の幅はだいたい先ほどのレンジと同じぐらいです。こちらとこちらね。で、横の長さがどのぐらいになるかってことですけども、これはこれから始まりますんでね。こういう風に入ってきて、どういう風に動くかなってとこです。もちろん、セルの方にもっともっと強く動く可能性もありますんで、レンジをね、そもそも引かないことも考えられますよ。で、1時間軸の方を見てみますけども、1時間足はね、こういう風にダウントレンドね、お話したように来てますよね。高値がこうやって切り下がっていって、安値が切り下がっていってってのが実現したということなんで、右肩下がり、ダウントレンドがそのまま来ましたよね。だからセルでエントリーをしましょうって昨日お話したわけなんですよ。で、これからなんですけども、このままセルを続けていく部分もありますけども、ここでね、すでに、もう三角形ができるような感じで、チャートバーが行ったり来たり、上に行ったり下に行ったりしてますので、まあ、レンジを書く可能性が高いなと思ってます。このレンジの期間が長いのか短いのかにもよりますけども、また再びね、このダウントレンドを継続することは可能性と一緒に高いんで、セルの準備をしながらのレンジの様子を見るってことになりますね。はい。じゃあね、しっかりと利益がもうすでに取れてると思いますんで、今日は一日、いや半日かな。半日このレンジで済むのか、それともセルの方に再び向かっていくのか、この二択ですよね。セルに向かうようでしたらまた、セルでエントリーすればいいと思うし、レンジの色が濃いなと思ったら、様子を見てですね、このちっちゃい上下と下底の差では、とてもじゃないですけど、レンジオプション取れませんので、レンジに入った場合は、ブレイクアウトを狙うために、今日は待機ということになります。では本日も頑張っていきましょう。いってらっしゃい。